中瀬社長は前職で、はい、長く商社の営業を担当されたと伺っております。その中でのですね、ご経験談から今にこうつながっている学びだったりが、もしありましたらぜひ聞かせてください。総合商社に28年いましたけども、ちょうど私が入社した1990年からですね、卒業する2018年までの間が、商社の形がどんどん変わっていって、はい、で最初はその営業、まさに物売りですよね、トレーディング貿易と言われたようなそういう時代に入社して、本当に営業をやってました。でそこからその投資みたいなことが始まって、お取引先に投資をして、で一緒に成長していこうという投資の時代、それからその経営の時代というふうに変わってきて、商社の社員は全員経営者であると、でそれぞれがもうそのいろんな会社のトップとなって、やっていくっていう、そういうところにこう図らずも巻き込まれてきたというかですね、そこに必死になって食らいついてやってきた過程で、今に生きているという意味では、自然とその、経営者ということになってはいくんですけども、やはりその中国で5年間その社長をやらせてもらった時、子会社の社長ですけどね、その時は結構実は自信満々で行ったんですけども、全然うまくいかなくてですね、うまくいかなかった。ちょうど尖閣問題があったり、円高であったりとかですね、日本で地震が起こったりですとか、当時何年ぐらいでおいくつ、40代の前半でいて後半で帰ってきたぐらい、2010年から2015年までなんですけどもね、もう本当にね、もううまくいかなくて、かなりやっぱり地震を砕かれたようなところでしたね。うまくいかなかったというのは、どんな部分を噛み砕くとしたら、対顧客なのか社内の部分なのか。社内は非常にうまくは言ってるんですけども、やはりその環境であったり、本社との期待のズレっていうんですかね、ということ、そういったところでありましたし、今から考えると、私もやっぱり学びが足りなかったと言いますか、これまで十分勉強してきたからもうアウトプットだと、いうつもりに、そこに偏りすぎてですね、やっぱり周り の、 声にこう耳を貸すということも足りなかったと思いますし、日本側とのコミュニケーションというのも足りてなかったかなと、逆にそういう反省がありますんでね、その後の経験には、その時の反省を踏まえて同じ失敗をしないようにということで、今もちゃんとこう学びを続けながら、経営面でのアウトプットはするようにはしています。その当時の中杉社長のこう、ミッションとしてはどんなミッションがこう課せられて、そこが どんな結果でこ うまくいかなかったなってなっているのか、あるいはこうマイナスにこういう情報になってしまったとかっていうのは、差し支えない範囲で教えていただけるところはありますか。中国がやっぱり成長市場、と言われてた時ですので、ある程度やっぱり規模感を求めながら、規模を大きくしながらきちんと利益を出しましょう、かなり規模は大きくしたね、社員数を3倍ぐらいにしたりとかですね、何業種の会社さん、やはり機械の販売ですね、機械の販売の会社、数十人から100人ぐらいまでにしたっていう、そのレベルなんですけども、売上が伸びてもやっぱり利益がついていかなかったと、それだけコストもかかってしまったり、やっぱ思うように販売が伸びなかったというところでですね、その辺 その成長のさせ方の塩梅といいますか、スピード感とタイミングというのを誤ったのかなと今では思っています。このご経験をこういうふうにこう今につながっているというのを少しこう言語化していただくといかがでしょうか。やっぱりよく見てるとですね、その先の社員に対するメッセージの話もそうなんですけども、会社も人も伸びるタイミングってあるんですよね。真面目に仕事やってると、自然とそういう時が来るんですよね。やっぱりそこにしっかり備えるということと、その時が来た時にタイミングを逃さないことだというふうに思います。備えることとタイミングを逃さないと、備えるためにはやっぱりこう学び続けるっていうところだったりとか、そうですね、常日頃やっぱりそのいろんなケースを想定しながら、いくつかのパターンですぐ動けるような準備をしておくということかなと思いますね。
チャンスをこう、逃さず掴むっていうのはこう勇気だったり、またこうアンテナを立ってなきゃいけなかったりとかっていうのもあるかなと思うんですけれども、赤杉社長的にはどのようにしてチャンスを掴んでこられたんでしょうか。アンテナは非常に重要だと思います。世の中、我々が対面している業界がどうなっているのか、その中での我々の今日の位置づけ、ライバルの動向ですね、そういったところにやはり敏感でいるということですね。でそれに対してやっぱり知ってるだけじゃダメですね、でそれを踏まえてどうできるのかっていうことを、やっぱり一つの、パターンだけではなくて2つ3つ考えておくっていうことかなと思います。2つ3つ仮説を立てて考えると、なるほど。にれこさんにですね、中杉社長がこう入社をされてきっかけ、出会われたきっかけもその前職時代のご縁があったと伺いましたので、そのあたりもぜひ教えてください。今にれこのグループ会社になっている光学技研という会社が、私の前職と取引があった関係でですね、それでにれこの久保田前社長と会う機会がありましてですね、そこで意気投合したといいますか、機会があったら一緒に仕事しましょうというふうに声をかけていただいてですね、ちょうど前職を辞めて、もう完全に仕事を、社会人生活辞めてですね、田舎で親と暮らしますと、親の面倒を見ますと言って、鹿児島に帰るというタイミングで声をかけていただいて、非常勤のような形でもいいから一緒にやろうよというふうに声をかけていただいた。でも実際その親の介護であったり、ちょっとうちの奥さんも病気になってですね、そういう、介護中心の生活をやってた中で、やっぱ社会とつながりを持っているというのが、やっぱりいかに自分にとって大事かというのを気づかされてですね、その時のその感謝の気持ちから、あとはもうこれだけやってほしいと言われることはもう去年から全てお受けしているということで、こんなに早く社長になるとは思わなかったですけども、そんな久保田社長からこう経営のバトンも昨年2023年の6月に渡されて、このタイミングっていうのはどういう、こう承継のタイミングで、どんなこうやり取りを久保田社長とされたんですか。久保田社長ももう8年社長をやられてですね、あまりその長すぎるというタイミングでもないですし、まだ年も若いですけども、ハイブリッドではありますけども、久保田前社長も今取締役の一人として開発部門を率いていただいてますし、そういってその前社長に見守っていただきながらですね、少しトップとしては新しい目線を入れていくという、そういうご判断だったかなというふうに思ってます、地元に、鹿児島に戻ろうかっていうご決断をされる中での打診があっての中杉社長のこう当時を振り返られたお考えとかですね、どんなことをこう考えて決断をされたんですか。長らく親元を離れてましたし、妹が地元にいて、だんだん親が弱ってきて、何回かこう帰る、たまに帰るようになると、いかに妹に頼ってたかとかですね、自分が親に対して何もしてこなかったかと、いうことをこう痛感をしてですね、どうしても自分がやりたかった、親に求められたわけではないんですけども、自分の生き方としてそういうふうにしたかったということではあったんですけども、何のことはないの、帰ってみてですね、腰の手術とか目の手術とかしたら元気になっちゃって、よかったですね、親だけで生活できますと、幸いなったので、そういうこともあって、もう一回その東京に戻ってきてということになっています。巡り合わせですね。そうですね、本当久保田さんに見透かされてたような生き方なんですけども、中杉社長から100年先の日本人にですね、届けたいこうメッセージというものをいただいておりまして、やっぱり私は平和だと思ってます、戦争は良くないんですよね、で本当にそのために何ができるかと思うんですけども、100年あれば、やっぱりその教育かなと、いろんな人の立場ですよね、文化
とか価値観宗教が違うという、はい、そういう違う自分と違う考え方とか生き方をしている人がいるんだということを、うん、まずはこう学んで認め合うっていうことを、うんまあ、これをこう地道に若い頃から理解するような、うん、あのそういった形が続けられれば、まあ、今よりはもう少し良くなるかなとは思っています、うんはい、違 う, こう価値観もある意味こう認め合う、うん、そうですね、うんはい、その教育っていうところにはどんなところがやっぱりこう必要不可欠だなというふうに感じられますか、うん、はいあの、まあ、特にその日本ですと比較的その海外の人たちと触れ合う機会が少ない、うんはい環境にありますので、はいまずはやっぱりどんどん入ってきてもらう、うん、で自分たちも外に出ていく、はい、あの億劫なことではありますけども、うんうん、そういった機会をなるべく小さい頃から、うん、あの持つ、うん、で、まあ、その人たち、がそのどんな考え方をしているのかということをやっぱお互いにこの語り合って理解し合うっていうそういうとこかなと思います。ありがとうございます。中瀬社長本日は、大変貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。